ーの、ほやほやぶしょこ新婚夫婦やってきた。今日はですね、私のご近所さんのお友達で、もう出産が、あと、もうほんと生まれちゃうよね。37週だから、いつ生まれても大丈夫。うん、いやーの、妊婦さんのマーサちゃんです。どうも。はい、お邪魔してます。ね、友達になったきっかけはもう半年ぐらい前で、まだ二人とも妊婦さん、あ、違うわ、妊婦さんじゃない、お互い妊活中で、してる時にナンパをしていただき、声をかけていただき、 そこから友達になって、で、すぐにその後ぐらいにできたっていう報告をしていただいて、で、その後を追って、私もちょうど6ヶ月、5ヶ月ぐらい違いで、同じ年の子が生まれるママ友さんです。そう、なかなかちゃん同い年です。ねえ。ということで、今日はですね、妊婦さんと妊婦トークをできたらなって思っているんですけど、なんか下部は今日いません。うん、そうだね、はい、留守の間にお邪魔した。そうです、あの、もうね、ずっと私は、本当に、もうマーサちゃんから、ほぼほぼ妊婦さんのことは聞いて、もうそれをね、真似して実行してる感じになるんだけど、なんだろう。あ、あれもです、あれ。何回か動画で紹介した。あー、それね。これ。私も今つけてる。マタニティロゼット。ロゼット。これで。私の方が映っちゃってる。これをね、まさちゃんが作ってて、最近取得したんだっけ、あの、作る。あ、そうそうそう。ね、認定講師っていうので、うん、ロゼットを作れる。ね、ロゼットを作って。作れるし、うん、教えられる、作り方教えられるっていうので。もう、そっか。そうそう。じゃあちょっとした資格みたいな感じで。その、インスタグラムもありますので、よかったらインスタグラムの方もチェックしてください。買ってもらえる。とかに入りますので。あと今日は、そう、なんでこう合ってるのかっていうと、あの、もう生まれる妊婦記録、あれなんていうの、妊婦記録っていうんだっけ、うん、あのインスタでお腹の記録、あ、そう、お腹の記録のやつで、うん、あのマサちゃんが今ちょっと旦那さんが出張中、言っていい、大丈夫、大丈夫、出張中で何週目、37週目の記録を、私が写真を撮ったのも、うん、そう、代わりに撮ってもらいましたので、あと一緒に、私は14週ちょいと37週のお腹の記録も撮りましたので、よかったらインスタの方もマサちゃんもやってますので、よかったらチェックしてください。ありがとうございます。はい、でね、そう、マサちゃん、こういう資格をいっぱい、妊娠中にたくさんやっているよね、なんか。妊娠中はでも。妊娠中じゃないか。ね、うん、それぐらいだったかな、うん、あ、そっか、妊娠前にね、なんかダダダって撮ったのね。私もまあ、妊活を知ってたんだけど、うん、2年妊活をして、うん、で、その間に、まあ、やっぱりいつできても、うん、まあ、いいようにというか、うん、そう、赤ちゃんできたら好きなこととかもできなくなっちゃうかなと思って、うん、例えば船舶の免許取ったりとか、船の、あ、そうそうそう、うん、え、で、運転できるってこと？できる、できる、1級取ったの、船舶、あ、そう、その辺、その辺、その辺も取れる、あ、うん、そうなの、そう、そうなのよ、それ知らんかった。いっぱい持ちすぎてて、なんか、あと、まあ、ヨガとかも行ったりとか、まあ、そういう習い事とかもね、スイミング。あ、今はそうだね、うん、マタニティヨガとマタニティスイミング、うん、と言ってて。だね。そう。あとは、韓国語を勉強中、韓国語も、それはオンラインで。オンラインでしてるのと。うん、そうそうそう。まあ、やっぱり生まれる前にいろいろやりたいなっていうので、うん、やり始めたりとか、うん、そうそうそう、結構インスタグラムにもこうやりたいことリストみたいなとかもすごいいっぱい書いてあったりとかするので、うん、多分参考になる人多いと思うのでチェックしてもらったらすごいね、あ、なればこうなるんだとか、なんか翔子も全然まだやってない人なので、うん、もうマタニティヨガとかマタニティスイミング、うん、でなんか結構家に引きこもりがちなんだけど、まあ、こういうご時世だから難しいんだけどね、そうそう、でもまあ、ね、うん、あのヨガとかもみんなマスクしてやってるし、うんうん、あとは人数を減らしてちょっと距離も空けてっていう感じで、うん、まあ教室も結構気を使ってくれてるから、うん、うん、全然ありだと思う、やっぱりある程度ね動いた方が
赤ちゃんのためにも、ね、まあ、血行良くしたりとか、うん、いいし、まあ、怖い人は怖いかもしれないけど、うん、あそう、うん、確かに不安な人はあれかもしれないけど、そうそう、活動的になってた方がいいなっていつもねパワーをもらいます。なのでだからよかったなでも私つわりが長かったから、うん、あそうだよね、ずっと本当につらくて、ね、ほぼほぼだってつわりだったもんね。なんか22週までつわりがあって、で、うん、マタニティライフすごい楽しめたって時期が少なくって、うんうん、だからこう22週でようやく終わってから、うん、一気になんか一気に旅行とかも、そう、ね、一番最後の旅行みたいな感じで2人の旅行っていうのも行ってたしね。ご飯食べ行ったりとかもそうだし、うん、そうなんだよね。まあでもそのおかげって言ったらだけど、うん、しんどかったけど、うん、まあ、22週まであまり食べれなかったから、うん、体重がそんなに一気に増えなかったっていうのはあるかも。体重の幅が最初から8キロぐらい、妊娠前から今もう間もなく8キロになるかな。8キロってすごいいいよね、まあ、そうだね、臨月でこれぐらいだったら、うん、まあいいかなとは思うんだけど、うん、そうだよね、うん、でも翔子ちゃんとかもともと痩せてるから、うん、そういう子は多分プラス10キロちょっとか全然、うん、ぐらいでいいのかな。うんうん、なんかもうどんどん増えていけそうで、そう、でも油断すると増えるだから、そう、私は食べづわりだったから、ね、逆にもどんどん本当増えていきそうなのを気をつけなきゃっていうタイプになるのかなと思って、多分すごい痩せたりしてたもんね、つわりで。そう、私つわりでも、まあ、3キロかな、3キロ痩せて、うん、3キロ落ちて、うん、でそっから戻ってからがなんかまたギュッて上がっちゃって、うんね、やっぱり食べれるようになったら嬉しくって食べちゃって。あ、そうだよね。ね、そうそうそう。でも多分こういう動画見てる方で、うん、つわり全然もっとなんか22週どころかギリギリまである人もね、いると思うし。うん、つわりがね。うん。ほんとそれぞれだから。ほんと人それぞれだもんね。そうそう、ただ終わりが見えないからそれがしんどいよね。うん、なんか重い軽いっていうより、うん、終わりが見えない辛さ。そうだよね、うん、ちょっと不妊治療とかとも似てるけどね、なんか終わり見えないみたいな感じで、ほんとそうでね、それがなんか精神的にきつかったなーっていうのはあって、うん、その時どうしてた、そのなんかこれでかいちょっと収めてたとか、あーそうだね、でも、うん、なんか外に出た方が気分転換になるとか言われたけど、うん、やっぱり外で具合悪くなったりとか、うん、そういうのも怖いし、うん、なんかというかもう出る気力もないって感じだったから、ひたすらもうなんか Hulu とか、うん、Amazon プライムとかのドラマとか映画とかを見たり、うんうん、まあでも映像すら見れない時期もあったけど、気持ち悪くて、そう、携帯見、なんかしょうこちゃんも携帯見れないとか、携帯の LINE が返せないっていう時とかがすごいあって、そういう時も もちろんあったけど、うんうん、でもまあ調子がいい時はそういうのを見て、うん、なんていうかちょっと別世界に飛ぶっていうか、うん、なんかドラマとかの世界入ってるとさ、うんうん、もうなんか忘れるじゃん、いろいろ。そうだよね、ちょっとね、気分がね、そう、なんかそういう物語の中で泣いたり笑ったりとかして、うんうん、そういうので気分を変えたりとか、うん、あ、そっか、あとはなんか謎にマック食べれる説、うんうん、ああ、そう、それで載せてたね、ストーリーにさそうマック載せてるから、しょうこも伝染して、ね、あの不妊治療中にマック食べるっていうのをしてた、真似してた。そうなんだよ、だからポテトと、うん、みたいな、なんかシェイクととかそういうのだったら食べれたりして、うん、ウーバーイーツでポチッとしたり、なんで食べれるんだろう ね、 あ、揚げ物系ね、そうなんだよね、不思議。カツとかも食べたくなるし、あのケンタもいけた、あケンタもいけた、うん、ケンタも食べた、あだからうもうずっとね、こうつわりとかで大変だったって言っときながらも、なんか結構元気にいろんなところをね行ってるイメージがあったから、うん、最初の方どうしてたのと思ったら、ちゃんとこうお家にでもう何もしてなかったよって聞いてちょっと安心したもん。うん、もうでもグダグダ、うん、基本グダグダで、でソファーにいるのもしんどかったりして、うん、ほんとフラットでベッドで寝てる方が、うん、楽、うん、楽とかだったりしてたから、もうカーテンも閉めて、うん、暗い中ベッドでずっとこう寝てて、うん、って感じだから、もうどう乗り切ったって、ただなんか一日を早く終わってくれと思って、うん、もうそれだけだよね、だからただただ耐えた感じだけど、うん、まあ調子が良ければ、うん、もちろんちょっと
出かけてっていうか少し買い物行ったりとか、うん、だって料理もねお家で結構作ってたり、そうもともとね料理すごい作ってたんだけど、さすがにつわりの時はもう無理だから、うんうん、もう旦那さんには自分で買ってきてもらうか、うん、食べてきてもらうか、うん、あとはウーバーイーツ、ウーバーイーツね、その食べてる匂いも嫌だとかもあったしね、うん、あー匂いも気になるよ ね、 そうそうそうね、でも旦那さんともすごい仲良くて、なんかもう私たちは幸せだねってぐらいあんまりなんか愚痴がないからお互い、うんうんうん、だからねすごい協力的で、うんうん、ところは2人ともなんか幸せだねっていうね話をして話してて、優しい旦那さんで、あの私がベーグルをすっごい並ぶ1時間2時間ぐらい並ぶベーグルをあの旦那さんが並んでくれたの、ね、朝一女子力だよ朝ね6時7時ぐらい1時間半以上暑い中外でずっと並んでくれてベーグルを買ってくれて、それもインスタで紹介してるんですけど、優しい神旦那と思ってね、なんか、うん、結構まあもともと優しいけどやっぱり今は妊娠中っていうのもあって、うん、なるべくこう叶えてあげようっていうか、私がこれがしたいとか、うん、あれ食べたいとか言ったら、うん、してくれるようには頑張ってくれてるかな。 あのあれ買ったラズベリーリーフティー、あ買った買って、かまだ飲んでないんだけど、いいって言うからね、来週ぐらいから飲もうかなと思って、38週ぐらいから、あ38週ぐらいに、うん、そっか、なんかね私が今飲んじゃダメで、そのラズベリーリーフティーって、うんうん、子宮収縮する作用みたいなのがあるみたいで、レモングラスもあるんだっけ、うんうんうん、なんかその辺がまだ私の初期だとダメで、でもう生まれるくらいにそれを飲むとなんかいいっていうティーがそうそうそうあるんだよね、だからその初期とあれでも全然後期でも全然違うなんかダメなものがあったりするので、うんうん、しょうこちゃんがもう中期に入る、そうもうすぐ中期に入るので、うんうん、マッサージとかもようやくねやっといける、うん、あれもめっちゃ言ってたしね、酵素風呂、あそう酵素浴も、ね、そうだね、安定期入ってから行けるからそれも行き始めて、うんうん、だから今現状、うん、週に1回酵素浴、うん、週に1回マタニティヨガ、うん、週に1回マタニティスイミング、すごい、でも本当アクティブ私どんなどうなるんだろうってすごい、ね、心配なんだけど、あとスイミングとか行くと友達もそうだね、できたりとかね、うん、ようやく妊婦さんとこうコミュニケーション取れる場所ができたなと思って、うん、ちょっと前まではあんまりなんかできなかった、そうなんかヨガとかって、うん、どっちかといえば一人一人がこう集中して、うん、瞑想したり、そうそう、なんか瞑想とかで無言でやるみたいな感じだから、うん、あんまりこうワーワーするっていうイメージもないし、うん、まあ、こういうご時世でマスクもしてるからか、うん、全然会話とかなくって、あそっか、うん、感情が分かんないからなんか喋りかけていいか分かりづらいよね、スイミングだと、スイミングはさすがにマスクしないから、うん、まあ一応気は使うけどね、お互い、ね、あんまり近くでは喋らないようにとかね、うんうん、少しこう距離置いてとか、でもそれでなんか、うん、何人かと喋れるようになって、うん、すごいちょっと楽しくなった、うん、あそうなんだ ね、 ね、なんかどうですかみたいな、今何週ですかみたいな話して、しかも近くの人かもしれないから、あそうそうそう、ね、うん、だいたいご近所さんだし、ね、だから私もね、ご近所なので、ご近所さんで、まさかの担当の先生まで、あそう、一緒になったんだね。産む場所も一緒なんだけど、産む場所も一緒で、曜日で先生が違うんだけど、もう同じ先生でお世話になるので、このまま全部も教えてもらえるって感じで。そうなんだよね。もうたくさん教えてもらってます。そう、一応私はまあ無痛分娩。うん、希望なんだけど、しょうこちゃんも、うん、もう無痛分娩だもんね、それも私がうまくいけばそのまんまそのままレポをね、そう教えてあげられる感じ、ね、出生前診断も教えてもらったの場所に私も行って診断も受けたし、うんうん、あとはウォーターサーバーとかもこの前お家行った時にたこ焼きパーティーしたんだけど、ウォーターサーバーもこれいいよっていうのを聞いたりとか、なのでいっぱい参考にさせてもらってて、なのでなんかコメントでも私はこんなだよとかよかったら書いてください。今日今動いてた、撮影中、あ今動いてるとか、今ここ足ある、押していいよ、グッて、ないなこれ足、グッグ押すといなくなる、いなくなる、なんか足動かす、こうやってやってるってこと、うん、なんかギューってやってる、わーなんかもう下にどんどん行ってるみたいで、そう降りてきて、前はこの辺がね
上に張ってる感じだったんだけど、うんうん、だから結構苦しかったんだけどね。足もこの辺だったから。そうなんだよね、今もうこの辺、うん、あー降りてきたよ。これ喋ってたら結構動いてた。そう、なんかね、しょうこちゃんの声めっちゃ反応するよ。だから高い声の方が反応するのかな。そうそう、もうすぐね、もう次で会えるかもしれないので、私はもう。そうなんだよ、出てきてからかもしれない、ね、すごい楽しみです。ということで、よかったらまさちゃんのインスタグラムとかもチェックしてみてください。ありがとうございます。ということで、今日は妊婦トークでした。よかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。